前回のショート動画で俺は岩貞投手が伝説の投手だと言っていましたが、それは間違いでした。ごめんなさい。過去にもらえるならこれが欲しい選手。334位。2015年のサガースキー投手なんですけど、まずね、D ランクしか出てないんだけど、スピリッツ700。マックス150キロを超える速球と、多彩な変化球が魅力のサウスポー？おい、リアタイめちゃくちゃ強そうじゃねえかと、思いましたが、